10月28日から11月4日まで、小牧市小牧にある学び創造館で小牧市民美術展が開催されました。市民美術展は芸術文化の普及や振興を図るため、小牧市と小牧市教育委員会の主催で毎年開かれています。市内に在住、在勤、在学の人や市内の美術団体に所属している人であれば誰もが参加できる市民美術展。53回目の開催となった今年は、彫塑工芸、日本画、洋画、書道、写真の5部門に354点の応募がありました。その中から市長賞などの特別賞に15点、美術展賞に13点、奨励賞に24点、特選に32点が選ばれます。日本画の部には33点が出品され、上位入賞作品について審査員から、充実した仕事と絵に対する意気込みが感じられると総評がありました。私の作品は日向と日陰というので、花の、日が照っているところと日陰のところを撮ったので、それでその表現が良かったかなと思ってます。洋画の部には93点が出品されました。市長賞を受賞した作品は審査員から完成度が高く見応えがあると称賛されました。夢にも思わない賞をいただいて本当に嬉しく思っています。ボケ防止のためにやってることですので、こんな賞をいただけるとは夢にも思いませんでした。書道の部で市長賞を受賞したこちらの作品は審査員から、運筆の妙美があり構成美もあって力量が感じられると評価されました。もうとっても嬉しいです去年いただいて今年、もう一度頑張りたいと思ってやりました。5部門で最も多い出品があった写真の部、131点が出品されました。もう平成8年ぐらいからずっと出し続けてましたもんで、本当に10何回挑戦してまして、やっと視聴者いただけて本当に嬉しく思っております。念願です。35点の出品があった彫塑工芸の部、市長賞を受賞したこちらの作品は1000体以上の仏像がアクリルの箱に収められています。先生がおっしゃってたように、やっぱり芸術性とその工芸っていうのと2つをこうミックスしたところが良かったのかなと思います。最終日となった11月4日には表彰式が行われ、入賞者に賞状や記念品が贈呈されました。ありがとうございます。13回小牧市民美術展において優秀な成績を収められたので示します。今年の市民美術展では作品の解説をするギャラリートークも行われ、期間中は延べ3300人以上が訪れました。次週12月10日からの市政だよりは、小牧駅周辺イルミネーション点灯式の模様をお送りします。